視聴者から最も愛された番組に贈られる賞、マイベストテレビ賞のグランプリに選出されました、2連覇です、お二人からお気持ち感想をお聞かせください。平和成役を演じさせていただきました萩原陸と申します。ちょうど1年前に、この場で、ギャラクシー賞へとマイベストテレビ賞をいただいて、まさか1年経ってまたこの場で、この場に立てることが本当に、嬉しく思います。先ほどもあの美しい彼の舞台挨拶をしてきたんですが、あの本当にたくさんの、視聴者の方に、おめでとうと言ってくださったり、あのこの賞を喜んでくださる方が本当にたくさんいて、見てくださる方がいるというのは本当に作品を作る上でものすごいことなんだな、ものすごい力があるんだなというのを、再びこの場に立つことでより実感しております。本当にありがとうございます。あと全然関係ないんですけど、あの僕某サッカーゲームをすごくやってまして、あのいつもお声を聞いてます。はい、非常に聞いております。いつも今朝もあの1試合やってから来たんで。決めてくれました、ゴール。あ、決めました。素晴らしいゴールの実況をいただきました。リク決めたゴール。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。やば、熱はい、ですね、清居総役を務めさせていただきました、八木優勢です。こうして、まあ、2年連続受賞させていただけることができて本当に、光栄だと思っていますし、またこう本当によりたくさんの方に愛していただけている作品に、清居総として生きることができたんだなと改めて、再度実感させていただいております。本当にですね、あの応援してくださる方々とこうたくさんその美しい彼の舞台挨拶などでその交流させていただけるというか、まあ、コミュニケーションを取らせていただける機会が、シーズン2からはですね、まあ、映画とすごく増えてきていて、皆さんの愛をこう本当にまっすぐ、何度も何度も感じることができました。こうして2人でこの、ね、舞台というかステージに登壇させていただけているのも本当に美しい彼チーム全員の代表として、こうやってこの素敵な、ね、トロフィーとかもいただけていると思うので、まあ、本当にチーム総意で全員本当に幸せですし、光栄です。本当にありがとうございます。撮影現場はあの同年代の役者さんも多いかと思うんですけれども、萩原さん、あの何か楽しかった撮影中のエピソード何かあったら教えていただきたいんですが。そうですね、あの、まあ、本当にありがたいことにシーズン1を撮ってから1年でシーズン2の撮影をすることができたので、まあ、割とやっぱ記憶とかいろいろ感覚も残ってる状態でシーズン2の撮影に入れたので、なんかこれでもかというぐらいあんま久しぶり感のない初日ってなかなかないなというのがすごいやっぱ感じましたし、僕自身もその続編をこのスパンでそして役を通じてやるというのが初めてだったので、結構こう緊張しながら行ったんですけど、まあ、拍子抜けるぐらいなんかいつも通りで、あ、こんにちはみたいな、なんかそんなテンションで始まった初日をすごい覚えてますね。そうなんですね。あのこのドラマ見ている側ももうキュンキュンし同士なんですけれども、あの八木さん何かこう個人的にとてもお気に入りのシーンがあったら教えていただきたいんですが、はい、どんなところですか。そうですね、でもやっぱりその2人のシーンっていうのはもちろんシーズン2から映画とすごく増えたんですけど、なんだろ う, こうやっぱり2人であの空間というかあの時間を生きているっていうのをこう 毎日こう撮影で感じていたので、そこはなんかすごい楽しかったですし、うん、なんか今でもこう思い出に残っているというか、まあ、鮮明に覚えてますね、うん、はい。劇場挨拶の場からここにお越しにいただいているということなんですが、劇場版美しい彼エターナル絶賛上映中ということで、あの映画の見どころ一言ずつお二人いただけますか。
そうですね、シーズン1シーズン2と続いて、特にシーズン2に関しては、劇場版も同時に撮影していたので、劇場版のその最後に向けてこうドラマからずっとこうゴールを目指して撮っていたので、まあなんかこうシーズン1から通して見ていただいた方にはなんかその集大成じゃないですけど、こうゴール的なもので2人のこう成長だったりみたいなものを劇場版では楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。はい、さあここでプレゼンターの山崎さんにも一言伺います。美しい彼、どこが素敵ですか？はい、ね、美しい映像との素敵なところはたくさんあると思うんですけども、やはり主人公の2人、平と清井のまっすぐな愛を見終わるとものすごい多幸感に包まれます。2人が今山崎さんを見ています。はい、もうずっと何度も永遠に見ていきたいと。ありがとうございます。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。八木さん、いいですか、一言。エターナル。はい、はい、あ、そうですね、まさにこう永遠と見てくださったように、本当にエターナル、もう作品の名の通りですね、すごくその幸福感に包まれている美しい彼の世界観が見れるのと同時に、その何度も何度も見てくださる方もたくさんいらっしゃってですね、本当にこれから美しい彼を知った方も楽しめるような本当に素敵な作品になっていると思います。ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。マイベストテレビショーグランプリ、おめでとうございます。それではここで報道陣の皆さん、フォトセッションの時間です。萩原さん、八木さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。マイベストテレビショーでした。皆様、大きな拍手でお送りください。おめでとうございます。今年第17回を迎えましたマイベストテレビショー。